皆さんどうもこんにちは、百名で村長もいるアプリに潜入しちゃってきたなと思います。本日はですね、4月19日からやってきたローマ&モナコクラブセレクションレベマ比較やっていきたいなと思っております。本日2本目のレベマ比較はローマとモナコまとめて紹介していきたいなと思います。まあおそらくですね、モナコ引く方結構多いと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。ちょっとガイドがになると思うんですけど、ローマモナコこの順番で紹介していきますん でいつも通りですね、評価もつけていくんですけど、あくまでゲーム内での評価になりますので、そのあたりも理解していただいて最後までご覧ください。では行きましょう、レッツゴー。はい、まずはですね、ローマということでポイント交換対象のジェコの紹介からですね。今回ですね、決定力プラス6で95の大台突破したりとか、これでオペンスですと決定力がともに95乗ったのは激アツですよね。でスキル能力ともにポストプレイヤーとしては優秀なので、ポストプレイヤーで他にいい選手持ってなければ交換してみるのもありなんじゃないかなと思います。まあ、ただプレイスタイルはですね、ちょっと癖があるので絶対獲得レベルではないのかなって感じですかね。はい、で以前のジェコと比較すると基本的には過去最強なので、より強いジェコを欲しいっていうジェコ好きの方はですね、追加で交換もありかもしれないですね。はい、ということで次行きましょう。はい、ここからがですね、ガチャの選手ということで、まずは B 評価カルスドルプ選手ですね。スピード7上がりでスピードが94まで強化されるなど、スピード瞬発が魅力のサイドバックですね。まあ、ただその他の能力値がちょっと物足りないのと、スキルも少なめではありますので、基本の主戦場はマッチでになるんじゃないかなと思います。で以前のカルスドルプと比較すると、カーブを取るかスピードを取るかで、個人的にはスピード派なので乗り換え推奨ですかね。はい、ということで次行きましょう。はい、次も B 評価スピナッツォーラ選手ですね。はい、能力は全体的に優秀で、スピードあってドリブル面優秀で、フィジカルやディフェンス能力も最低限ありますね。まあ両サイドバックにですね、初期から適性あるのも嬉しいんですけど、スキルがちょっと物足りないですかね。まあこのスキルが気にならないのであれば、ライブアップデートいい時はチャンスあるかなってイメージですかね。はい、で以前のスピナッツォーラと比較すると、これはゴリゴリに強くなってますので、乗り換えしかありませんね。はい、ということで次行きましょう。はい、次も B 評価パウロペス選手ですね。はい、ゴールキーパー能力はですね、トップクラスなんですけど、身長がですね、ギリギリ190届いていないのと、低弾のパントキックがありませんので、この辺りがちょっと気になりますかね。まあただコンディション程度6ってのありますので、他にですね、根安高いゴールキーパーいなければ十分チャンスあるんじゃないかなと思っております。で以前のパウロペスと比較すると、こちらもゴリゴリに強化されてますね。まあただ個人的なですね、前回の青いユニフォーム好きだったので、アイコンは前回派なんですけど、能力は間違いなく今回ですね。はい、ということで次行きましょう。はい、ここからですね、A 評価ということで、まずはゴンサロ・ビジャール選手ですね。今回ローマ CS はですね、金2人搭載なんですけど、ビジャールは結構当たりなんじゃないかなと思います。足元パスだけじゃなくて、スピードやフィジカル、守備能力まで最低限ありますので、万能型のプレイメーカーですよね。でさらにですね、スキルも多くはないんですけど、ダブルタッチワンパスルパと大事なところを抑えてますので、まあなかなかですね、ライブアップデート B 以上ならないですけど、 B 以上の週ならチャンスあるんじゃないかなと思います。でこちらがですね、以前のビジャールとの比較で1ヶ月ぶりの登場なんですけど、ダブルタッチの追加や足元パスの大幅強化ありますので、乗り換え安定なんじゃないかなと思います。ということで次行きましょう。はい、次もですね、 B 評価ベレトゥー選手ですね。もうローマ CS 解禁賞レベルだし、毎回叫んでるアイコンがめっちゃ好きなんですけど、まあ全体バランスがいいタイプの B2B で、こちらもですね、スキル多くないですけど、ワンパなどパス系は優秀ですよね。まあこういうタイプはですね、調子良ければ全体が底上げされて安定感出ますし、その調子にですね、大きな影響を及ぼすライブアップデートっていうのも、まあ悪くない数字ではありますので、初ゲットなら十分喜べるんじゃないかなと思っております。でこちらがですね、以前との比較なんですけど、まあ基本過去最強ですかね。丸4の習慣はスキル追加ありますので、まあスキル追加を重要視するなら、丸4からはそのままでもいいかなって感じですかね。はい、ということで次行きましょう。はい、次もですね、 A 評価マンチーニ選手ですね。正直ですね、ここから3人はローマ CS の中でも頭一つ抜けたあたりだなって思うんですけど、シンプルに優秀なセンターバックで、ジャンプとヘディングが95超えてたりとか、空中戦がですね、大きな強みですよね。でそれでいて、守備能力やフィジカルも90前後だったりとか、スピードも割とありますので、能力面での欠点っていうのはそこまで見当たらないんじゃないかなと思います。まあただスキルでマンマークとインターセプトがありませんので、ガチスカで使うならどっちかつけたいかなって感じですかね。はい、で以前のマンチーニと比較すると、丸1丸4から乗り換えで、丸2もですね、能力考えると基本的には乗り換えでいいと思うんですけど、まあ、マンマークの追加ありましたので、ここはちょっと迷いますね。で丸3はですね、能力もスキルも負けてますので、乗り換えはなし、そんな感じなのかなと思います。ということで次行きましょう。はい、ここからはですね、注目選手ということで、 A 評価マジョラル
選手ですね。割とですね、希少なスパサブ持ちのボックスストライカーで、おそらく中型プレートでスーパーサブついたんですかね。ここすごくでかいですよね。はい、オペンスセンスプラス7されて、93まで上がってきたりとか、能力面も全体的にバランスいいので、このバランスの良さとスーパーサブの相性っていうのは抜群ですよね。で、しかもですね、スパサブ以外で、ワンシューやミドルシュートなんかもありますので、ここにスキル追加で、ダブルタッチ、ワンパー、このあたりがつくとかなり脅威になるんじゃないかなと思います。で、こちらがサパタとの比較なんですけど、得点能力やフィジカルはサパタ、足元、パス、ボディコンなんかはマジョラルということで、まあ、ここにですね、ミドルシュートのスキルの差別化なんかもありますし、足元とパスが高いっていうのはやっぱりポストプレイヤーとしてはすごく大事なので、うん、マジョラル十分やれるなっていうのは感じましたね。はい、で、以前のマジョラルと比較すると、まあ、スーパーサブもありますし、能力も全体的に勝ってますので、乗り換え安定でいいと思いますね。はい、ということで次行きましょう。はい、このガチャ最後はですね、影響家イバニエス選手ですね。もう僕がですね、ローマ CS 来るたびに激推ししてるんですけど、その僕が当てられてないっていうね、すごい悲しい展開なんですけど、タイプとしてはですね、シティのストーンズみたいなタイプのセンターバックで、突出した数値はですね、ディエンスセンスくらいなんですけど、ディエンス系、フィジカル、スピード、足元、すべてが平均より高い万能型のセンターバックですね。で、特にですね、このスピードと足元っていうのは、他センターバックとの大きな差別化になりますので、ここがイバニエスの一番の魅力なんじゃないかなと思います。まあ、身長がちょっと気になるよって方は、真ん中のセンターバックじゃなくて、左サイドバックで使うといいと思いますね。で、こちらがですね、オーバーラップでの比較なんですけど、やっぱり足元とスピードは一級品ですよね。で、逆にですね、ディエンス系数値はちょっと順位低めではあるんですけど、まあ、数値見ればそこまで悪くないですし、この全体バランスの良さっていうのはやっぱり魅力なんじゃないかなと思います。で、最後にですね、以前のイバネスとの比較なんですけど、1からは確定で乗り換えで、2と3は好みですかね。まあ、ディエンスセンスを取るか、スピードを取るか、ボールダッシュを取るかなんですけど、個人的にはスピード90乗ってる3が一番いいかなって感じですかね。はい、そんな感じで、ローマ CS は以上で終わっていきたいなと思います。ここからはモナコ CS の紹介していきましょう。はい、まずは B 評価、ルコント選手ですね。意外にも初登場なんだって思ったんですけど、僕今週2等分のルコントしてしまったんですよね。まあちょっとガチスカ厳しいかなって印象で、クリアリングが95乗ってればワンチャンあったかなってイメージですかね。はい、ということで次行きましょう。はい、次も B 評価、ディオップ選手ですね。均等祭なんですけど、結構95以上の数値はあって、ボルコン、ボールキープ、ボリコン、このあたりが特徴ですよね。まあ足元の安定感とスピードが大きな強みなんですけど、ただフィジカル面はですね、懇願が不安なのと、スキルもですね、ダブルタッチあるんですけど、軸足当てあるのでダブルタッチ確定じゃないのが辛いんですよね。なのでこの辺り考慮するとガチスカちょっと遠いんじゃないかなと思います。で、以前のディオップと比較すると、今回ですね、新たにボルコン95乗ってますので、これは乗り換え推奨でいいと思いますね。はい、ということで次行きましょう。はい、次も B 評価、フォファナ選手ですね。今週の金玉トリオの2人目なんですけど、能力はねすごい魅力的なんですよね。バランス型 B2B として抜け目ない能力値で、特にですね、フィジコン89、ボディコン86だったりとか、体の強さっていうのが大きな強みですね。で、能力はめちゃめちゃいいからこそ、スキルワンパだけっていうのが惜しいんですよね。まあ、ワンチャンスパサブとかスキル追加できれば参るのかなって感じですかね。はい、で、以前のフォファナと比較すると、前回登場時よりもだいぶ強くなってますので、これは乗り換え安定ですね。はい、ということで次行きましょう。はい、ここからはですね、 A 評価、フォラント選手ですね。珍しい左利きのラインブレーカーで、その上で突出した数値は少ないんですけど、こちらも全体バランスがいいタイプで、特にですね、スピード、フィジカルが全て85超えてくるっていうのは、これすごい強みですよね。まあ、割とゴリゴリいけるタイプのラインブレーカーなのかなと思います。で、そこにですね、豊富なシュート系スキルっていうのがありますので、能力値以上の決定力っていうのは見せてくれるんじゃないかなと思います。まあ、ライブアップでもですね、割と高頻度で B 以上になりますので、 B 以上のシューはガチスカ余裕でありなんじゃないかなと思います。で、以前のポラントと比較すると、はい、基本的に強化されていて、1の習慣よりも強いと思いますので、これは乗り換え安定ですかね。はい、ということで次行きましょう。はい、ここからがですね、注目選手なんですけど、 A 評価、ベンエデル選手ですね。いやー、ベンエデルはね、スーパーサブなくなってしまったんですけど、シンプルに優秀なラインブレーカーですよね。今回オフェンスセンスのトップ強化で、オフェンス97になってたりとか、ライブレ屈指の足元の高さ、そして右利きなんですけど、逆足頻度4の精度3とすごく高いですし、コンディション安定の7という安定感、このね、万能感っていうのがベンエデルなのかなと思います。で、さらにですね、ダブルタッチ確定のミドル、ワンシュー、チェイシングなどスキルも優秀なので、普通にダブルタッチミドルとか結構入りますからね。で、極めつけはですね、ライブアップデートに注目していただきたいんですけど、B 以上が 37% に加えて A も7回と非常に多いんで
ですよね。ここも含めて考えるとかなりの当たりなんじゃないかなと思います。まあただやっぱりスーパーサブは残ってて欲しかったですけどね。はい、で以前のベンデルと比較するとバルジアスパサブあるので乗り換えなしで、バル2で言うとオフェ戦を取るか決定力を取るかなんですけど、僕はオフェ戦さんなので今回に乗り換えてもいいかなって感じですかね。はい、ということで次行きましょう。はい、ここからがですね、 A プラ評価ディサシ選手ですね。今週で言うとベリアシレが注目されがちなんですけど、ディサシもなかなか優秀なセンターバックなんですよね。身長190センチに加えて今回の強化でフィジコン99カンストしましたし、ディフェンス能力もしっかりあってスピードも最低限、安定感抜群のセンターバックで、適正追加すればですね両サイドバックできるっていうのもありがたいんじゃないかなと思います。まあスキル追加でインターセプトだけ追加すれば十分ガチスカでやり合える選手だなと思いましたね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね A プラ評価チュアメニ選手ですね。以前週間で1回出てきたんですけど、この選手はめっちゃ優秀なんですよね。フォファナ同様超バランス型の B2B でスピードあってフィジカルあって攻守のレベルも非常に高いんですよね。足元パス守備能力、このあたりが全て85超えてくるパターンっていうのは結構珍しいんじゃないかなと思います。でスキルもですね、ワンパス、ルパン、インターセプトなどしっかり持ってますので、ここにですねダブルタッチ、マンマーク、このあたりがつけられるとさらに安定感増すんじゃないかなと思います。まあライブアップデート B 上率も結構高い上に、このコストでこのレベルの選手が使えるっていうのはかなりいいと思ってますので、金玉トリオの中だと圧倒的に当たりだと思いますよね。でこちらがですねバランス型 B2B での比較なんですけど、やっぱこのフィジカルですよね。唯一90乗ってるのがチュアちゃんで、他もですね大きく低いのは決定力ぐらいですかね。まあでも決定力そこまで重要視してないので、金コスト27でこの能力っていうのはシンプルにコスパエグいんじゃないかなと思います。で以前のチュアメニと比較すると、まあこれは厳しいですかね。直近の週間だとスキル追加もあって能力も高いので、前回持ってる方にとってはちょっと残念枠になっちゃいますかね。はい、ということで次行きましょう。はい、本日最後はですね S 評価ベディアシレ選手ですね。今回ちょっと強気に S 評価させていただきました。19歳なので育成は大変なんですけど、育てきれば半端ない能力値ですよね。はい、194センチあってスピード90の瞬発力87、もうこれほぼラグビー選手ですからね。でそこにですねフィジカルや空中戦はもちろんですね、ディフェンス能力や足元もハイレベルなので、まあ言うことないんじゃないかなと思います。まあ強いて言えばアグレッシブネスが90乗ってないのと、コンディション安定度5なのがちょっと気になるんですけど、まあとりあえず C でもガチスカ入れて普通以上だったら先発起用できる最高峰センターバックといって問題ないと思いますね。でこちらがですねビルドアップでの比較なんですけど、まずスピード瞬発がですねカバクとバランとほぼ同等で、フィジカルや空中戦もほぼ同じレベルなんですよね。まあただディフェンス能力が若干低めで、ボールダッシュは問題ないんですけど、ディフェンスセンスとアグレッシブネスがちょっと見劣りするかなって感じですかね。ただ逆にベリアシレはですねスピードタイプにしては足元がかなり安定してますし、身長もですねファンダイク以上にあってトップなので、総合力はですね正直バランやダイク、デリフトと同等かそれ以上あるんじゃないかなと思います。なので今回は S 評価にさせていただきました。で以前のベディアシレと比較すると、見てください、さらに高みに上り詰めてるんですよね。これもあって前回は A プラ評価だったんですけど S 評価にさせていただきました。まあモナコ CS に関してはチュアメニとかディアシとか優秀な選手いるんですけど、やっぱりベディアシレは当てられるか当てられないか、そこで大きく変わってくるんじゃないかなと思います。ということで今回ですね2クラブ一気に紹介させていただきました。ちょっと選手ギュッと詰め込んだのでだいぶ早口になってしまったんですけど、参考になったらすごく嬉しいなと思います。いいな、参考になったなと思ったらぜひ高評価チャンネル登録で応援してください。ではまた次の動画でお会いしましょう。いつもありがとうございます。バイバイ。本日も動画見ていただきありがとうございました。本日の成長クイズはこちらになります。僕はベリアシで当てられませんでしたので、皆様が当たることを祈ってます。この後のエンディングの課題書いてますので確認してみてください。ではラストの動画も楽しみください。3本目お待ちください。バイバイ。